IWJ の浜本です。よろしくお願いします。先ほどもありましたウクライナ情勢のに関する質問について重ねてまた質問します。北朝鮮軍兵士が3000人訓練を受けるためにロシア東部に移動したとの報道があります。問題はこれが日本を含む西側諸国が2014年から8年にわたってウクライナが行ってきたロシア語話者への差別やジェノサイドについて完全に無視し続け、過剰なウクライナへの過剰な軍事支援、過剰なロシア敵視、そして過剰な対ロ制裁を行った結果であるということであり、ロシアと中国、そして北朝鮮との結びつきが深まってしまったということです。これは参加国と国境を接するのは G7 では日本だけです。いずれの核保有国であるこれらの国と同時に有事となれば、集団的自衛権を解釈改憲した日本は無事では済みません。岸田政権の外交方針とは一線を引き、東アジアでの戦争を回避する外交に転換するおつもりがあるかどうかお聞かせください。よろしくお願いします。日本政府としてはですね、北朝鮮によるロシアへの兵士の派遣については、これはロシアによるウクライナ侵略に加担する可能性を含めてですね、深刻に懸念をしているところでございます。北朝鮮が兵士をロシア東部へ派遣して、軍事訓練に関与していると信じるに足る情報は確認をしておりまして、米国及び韓国をはじめとする関係各国とも協力して、関連情報の収集分析に努めております。先ほども申し上げましたが、ロシアによるウクライナ侵略というのは明らかな国際法違反であってですね、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だと我々は考えておりまして、最近のこの北朝鮮との軍事協力の進展の動きは、このウクライナの状況をさらに悪化させる恐れがあるということを憂慮しているところでございます。外交方針を変えるつもりはないかというお尋ねですけれども、私どもとしては引き続き関連情報を収集分析をして、ウクライナにおける一日も早い公正かつ永続的な平和の実現のためにですね、国際社会と緊密に連携して取り組んでいきたいと考えております。